ジョージ・ロドニー提督初代、ロドニー男爵ジョージ・ブリッジス・ロドニーは、イギリスの軍人。イギリス海軍提督、バス勲章受勲者、男爵。1719年、ウォルトン・オン・テムズで生まれた。家族の本拠は、サマセット州、ロドニーストークであった。ロドニーの父は、ピーター・バラ博の下で、スペインで従軍し、1713年に解散された。 海兵隊で大員として退役した。ロドニーは、ハーロー校で教育を受け卒業するとき、1732年6月21日付の召喚状が来て、士官兵としてサンダーランドに乗り組むことを指定された。彼は、地中海方面で従軍中、1739年2月15日付で、士官に昇進し、軍艦、ドルフィンに乗り組んだ。 1742年には直任艦長となり9月9日に軍艦プリマスの指揮を命じられた。本国海域での従軍後に戦列艦イーグルの指揮を任され1747年10月14日のウェサン島沖の海戦でフランス艦隊に対するエドワード・ホーク提督の勝利の一翼を担った。1749年5月9日、ロドニーは ニューファンドランド島の総督権司令長官に任命されるとともに大将に昇進した。当時、この島は、行業で利益を上げていたので、この役職に海軍の士官を当てる習慣があった。ロドニーは1751年にサルタ州選出の国会議員となり、1753年には、最初の妻で、ノーサンプトン博、チャールズ・コンプトンの姉。 ジェーン・コンプトンと結婚した。7年戦争の間、ロドニーは重要な役割を担った。1757年、ロシュフォールへの遠征に参加し、戦列艦、ダブリンを指揮した。翌年、同じ船で、ボス公園提督のもと、ケープ・ブレトン島のルイブール要塞攻略に参加した。1759年5月19日、ロドニーは少々に昇進し、 その後すぐに小さな船体を指揮してルワーブルにイギリスに侵攻する目的で集められていた多くの平底船と物資を破壊する任務に携わった。ロドニーは日中夜にわたって町に艦砲射撃を行い敵の軍需品に多大な被害を与えた。1760年7月別の小さな船体と共に敵のさらに多くの平底船の捕獲に成功し ディエップまでの海岸を封鎖した1761年、ロドニーはペンリーンから会議員に選ばれ、同じ年の10月にはリーオード諸島の基地の総司令官に任命された。1762年の最初の3ヶ月間の間に、重要な拠点であるマルティニーク島を征服し、さらにセントルシア島とグレナダ島を陥れた。 マルティニークのフォートロアイアルを囲んでいるとき、ロドニーの部下の水兵と海兵隊は、海岸で素晴らしい働きをした。1763年の急戦で、ロドニー帝督は国に戻ったが、出生中に青色艦隊の中将になっており、議会の両院からは感謝状を受け取った。1764年、ロドニーは巡弾尺となり、同じ年に、 リスボンのジョン・クリーズの娘ヘンリエッタと二度目の結婚をした。1765年から1770年、グリニッジ海軍病院の院長となり、1768年の議会解散の時に莫大な費用をかけて、ノーサンプトンの議席を得た。1771年に、ジャマイカの基地の総司令官に任命され、グリニッジの役職を失ったが、 数ヶ月後に名誉職の大ブリテン海軍少将に任せられた。1774年までジャマイカで指揮を取り、平和な時期であったので、海軍基地の改良に携わった。ロドニーは、ジャマイカの総督になれなかったことに失望を感じて、職を退いたが、認知から帰ってもその後しばらくパリに住むことを、余儀なくされた。選挙費用や、 流行の先端を行く社交会での経費によって財産を使い果たし借金に追われていたためである。彼はまた大リり展開軍少将としての給与も確保できなかった。1778年2月白色艦隊の大将に昇進したが、今度はパリで重ねた借金によってイギリスに帰ることができなくなっていた。ロドニーは 財政的な苦境から逃げ出そうとしてあらゆる努力をした。パリの友人であるドベロン元帥が素晴らしい寛大さを示して借金を肩代わりしてくれるなどによってなんとか財政の問題を片付け子供たちを連れて5月までにロンドンに戻ることができた。夫妻は帰還の時に未払い分給与から返済された。この期間彼がフランス海軍の指揮を要請されたというのは 作り話である。ジョージ・ロドニー・ロドニーは1779年遅くに、再び、リー・オード諸島の総司令官に任じられた。彼に与えられた命令には、西インド諸島に向かう途上、包囲されているジブラルタルを解放することも、含まれていた。ロドニーは1780年1月8日にフィニステレ、岬沖で、スペインの船団を捕獲し、8日後には、 サンビセンテミサキの月光の海戦で、スペインのドンフアンデランガラ帝徳を破り、6隻の戦列艦を捕獲、1隻を破壊した。4月17日、フランスのド・グッシェン帝徳とマルティニニク島沖で戦ったが、ロドニーの部下の艦長の命令誤解のせいで決着はつかなかった。1781年2月3日、ロドニーは、 命令を受けて、オランダ領の価値ある島、シント・ユスタティウス島を占領した。そこは、中立国防疫の大きな貨物集散地であり、彼は、莫大な戦利品を没収した。しかしそれらの多くは、イギリス商人のものだったので、金のかかる一連の訴訟に巻き込まれてしまった。ロドニーはイギリスに戻って、数ヶ月間、衰えた健康を回復し、議会で弁明をした後、 1782年2月に、また西インド諸島の指揮に戻った。彼は4月9日に、フランス艦隊と遭遇して、これを追跡し、4月12日、ドミニカ沖でのセインツの海戦において、自らの35隻の艦隊でドグラスの指揮する33隻のフランス艦隊から決定的な勝利を奪った。フランス海軍は、数の劣勢を、股間の大きさや、 反送能力で補っていたが、11時間の戦闘の後、その5隻を捕獲され1隻が沈められた。この重要な戦闘の結果ジャマイカは守られ、フランス海軍の優位は失われた。ロドニーは、わずか2年のうちに私は2人のスペイン人、1人のフランス人及び1人のオランダ人の提督を捕まえたと書き記した。ロドニーは8月に故国に帰還し、国中から、 絶大な賞賛を受けた。ロドニーはその前の1782年6月19日の直挙でサマセット州ロドニーストークのロドニー男爵となっており、イギリスの議会は投票によってロドニーに年2000ポンドの年金を与えることとした。それ以後、ロドニーはロンドンで亡くなるまで静かな余生を送った。男爵位は息子のジョージに受け継がれ現在も続いている。 ロドニーは、有能な士官であったが、虚栄心が強く、わがままで、賞金を稼いだり家族を高い地位につけたりすることについてはいささかも恥じるところがなかった。ただ、これらの耳行きは当時としてはよくある話であった。ロドニーの副将サミュエルフッドからは、1782年4月12日の、セインツの開戦の時に、任務を犠牲にして、利益追求に走り、 フランス軍の追撃を行わなかったとして避難された。少なくとも4隻のイギリス軍艦がロドニーにちなんで命名された。イギリスのパブリックスクール、チャーチャーズ・カレッジの5つの学寮のうち1つはロドニーにちなんで名付けられた。一例を挙げればロドニーは息子を15歳の時に直任艦長にしている。ドイツ戦艦。 ビスマルクにとどめを刺した、ネルソン級戦艦、ロドニーなど、いずれも海軍の英雄の名が付けられており、ドレーク、グレンビル、ネルソン、ロドニー、コリンウッドの5つからなる。ありがとうございます。